こんにちは、石崎です。本日はですね、パリーグの戦力分析パート2でございます。昨日同様、先発、中継ぎ、打撃、守備、走塁、戦力層というところについてお話ししたいなと思っております。まずは楽天。2018年オフに引き続き、19年オフも大型補強。美馬選手は流出も、彼の穴を埋めるような若手、そして補強も進み、戦力も相当厚くなってきました。まずは先発、評価は A。昨年、岸選手、則本選手のダブルエースを期待も、則本選手は手術し、岸選手もコンディション不良で登板は少なかったんです。3、4月の QS 率は 32%。先発防御率 4.56 とどちらも苦しかった。石橋選手や湯気選手らの活躍もあり、最終的には先発防御率 4.17、QS 率 43% と、なんとか粘ったものの課題ではあります。さらにその中で1年間ローテを守った美馬選手が移籍し、苦しくなることが予想されます。ただ、則本選手、岸選手、松井選手、塩見選手、石橋選手、涌井選手、唐島選手、藤平選手、安楽選手、菅原選手ら候補がとにかくいるんです。岸選手のコンディションがどうかは分からず、松井選手の先発としての登板はやや不安がありますが、塩見選手や唐島選手、涌井選手と経験のあるメンバー、さらに湯気選手や石橋選手と昨シーズン良さを見せた若手の先発もいます。昨年度より熱い先発と期待できそうです。そして中継ぎ、こちらは S とさせていただきます。昨年、ソンチャーホー、ブセニッツ、森原選手や松井選手らの勝利の方程式に加え、ハーマンや高梨選手、青山選手や久保選手など中継ぎ陣全体が非常に強力で、チーム中継ぎ防御率 3.07 でリーグトップ。その中からハーマンが退団し、松井選手は先発転向も、ロッテから酒井選手、MLB 経験のある牧田選手を獲得、そして実績もあるシャギワを獲得など3つの部分もありますが、とにかく層が厚い、松井選手の先発転向を見据えた補強もすることができました。抑えをどうしていくかということは、ややお試しになっていくかもしれませんが、メンバーを考えるとパリーグでトップクラスと言えるんじゃないでしょうか。そして打撃陣、評価は A。昨シーズン、ロッテを代表する野手、鈴木大地選手を獲得。さらに、怪我が多いながら多くのアーチを放てるロメロも獲得。内野陣は銀次選手、浅村選手、茂木選手、鈴木選手で固め、DH はブラッシュ、外野は島内選手、ロメロ、辰巳選手、田中選手、オコエ選手らで争う形になっていくかなと思います。内野はほとんどオールスターといえるラインナップ。彼らが実績通りの活躍ができるかどうかは鍵になりますが、期待していいと思います。もちろん、ロメロが1年間戦えれば素晴らしいんですが、ウィーラーもいるので入れ替えも可能です。中継ぎ陣では、ブセニッツ、シャギワ、ソンチャーホーのうち2人と、ロメロ、ウィーラー、ブラッシュから2人となるので、ロメロが健在であれば、ロメロ、ブラッシュ、シャギワ、ブセニッツが中心で起用されるかなと思います。昨年はチーム打率2割5分2厘、133本塁打と、浅村選手、ブラッシュの加入で打撃不振、かなり解消されました。さらに協力していくために大事になるのは外野陣。ロメロがどこまで活躍できるか、2年目となる辰巳選手ががっちりレギュラーをつかめるかどうかが大事になるかなと思っております。そして、守備。昨年度、チーム UZR は 20.9。ポジションごとに見てみても、ここが課題というポジションはありません。失策数も62と、リーグで3番目に少ない。そしてセンターの辰巳選手と、レフトの島内選手が指標上で底上げしたと言えるでしょう。むしろ昨年は、ウィーラーが3塁で多くプレーも、エラーは目立ちました。そこが鈴木大地選手中心になれば、失策数も減るかもしれません。まあ、ただ一つ懸念とすれば、今まで DH 中心だったロメロかブラッシュのどちらかは外野で使うことが必要となります。今まで田中選手やオコエ選手と守備に定評のある選手がライトで起用されていましたので、その部分と考えるとやや落ちると予想し、 B とさせていただきます。そして機動力、楽天、ここは一番大きな課題です。昨年のチーム盗塁数46でリーグワースト、 UBR という走塁指標ではマイナス 11.1 で12球団ワースト。昨年は辰巳選手の13盗塁がチームトップ、2位が茂木選手の7。強力な中継ぎ陣を形成し、接戦へも強くなったことを考えると、ここが強力であればもっと上位に食い込んでこれそうですが、ここはそう簡単に解消できません。19年ルーキーの小深田選手や若手の山崎剛選手、田中選手がどれだけ出場しかき回せるか、ここが大事になってくるかなと思いますが、なかなかレギュラー陣の中に食い込んでいくこと難しいかなと思いますので、ここは C とさせていただきます。そして戦力層 A。 2年連続の補強もあり、チームの層が厚くなりました。ロメロ、ブラッシュ、ウィーラー、ブセニッツ、ソンチャーホー、シャギワと外国人選手が6人。もし本当に5人が登録可能になるのであれば、ロメロ、ブラッシュ、ブセニッツ、ソンチャーホー、シャギワを登録し、連投状況などを加味し、中継ぎ陣を回して起用することができます。先発の外国人がいるチームが有利になりそうな程度ではありますが、楽天も恩恵を受けられそう。その他先発陣も候補はたくさんおり、野手もレギュラーメンバーは強力。また田中選手やウィーラー、オコエ選手や山崎選手、小深田選手や藤田選手ら、他球団ならレギュラーの可能性もありそうな選手たちが控えにいます。攻守ともに戦力層は充実し、 A とさせていただきました。そしてロッテ。
2018年オフ、丸選手を獲得できなかったのですが、19年は FA、外国人補強、ドラフトなど、すべて素晴らしい補強ができたと言えるでしょう。まずは先発、評価は A、少々辛めに査定させていただきました。昨年度は石川選手、ボルシンガー、涌井選手の3本柱でスタートも不振に苦しみました。最終的には若手投手である二木選手、中継ぎスタートだった種市選手、ブレイクを見せた岩下選手を中心にローテーションを組み、先発のチーム防御率は4位の 3.91。中村俊也選手、土肥選手、小島選手ら期待のメンバーはいますが、やはり経験のあるメンバーが欲しく、オフには美馬選手を獲得。涌井選手をトレードで放出したのは必ずどこかで響くとは思いますが、美馬選手、二木選手、石川選手、種市選手、小島選手、西野選手、岩下選手、有吉選手、中村選手、佐々木千早選手と豊富な先発陣なんです。ただ若手投手が多く経験のあるメンバーもいるとはいえ、昨年のような活躍を見せられるかどうかがわからないのは若手の怖いところ。実戦でも心配の部分が見えたり、将来性は抜群のローテーションではありますが、オリックス同様まだまだ不透明な部分があります。まあ、ただ涌井選手は移籍も美馬選手、石川選手、西野選手と経験のあるメンバーがいるバランスのいい先発であることは間違いなく、振れ幅も大きく S の可能性もありますが B の可能性もあります。なので中間の A とさせていただきたいなと思っております。そして中継ぎ B、2019年このポジションは課題でした。中継ぎ防御率は 3.68 でリーグ4位。勝ちパターンの増田選手、松永選手らはある程度計算できたものの、前半戦に多く登板した唐川選手や酒井選手は失速。南選手や大谷選手、内選手とこれまでチームを支えた中継ぎ陣が怪我で登板できなかったことが響きました。中盤に良さを見せた東條選手や東選手も終盤は不調。田中康弘選手やチェンはロングこそ活躍もセットアッパー定着とはいきませんでした。さらにこの中から前半戦に良さを見せた酒井選手が移籍。しかしここを埋めるためにハーマンとジャクソン、期待もできる選手たちを獲得。不透明で勝利の方程式がどうなるかまだまだ分かりませんが、勝つ自体は多いんです。不安要素でもありますが B とさせていただきたいなと思っております。そして打撃陣 A、 ここは非常に期待が持てます。これまで長打力が課題とされてきたチームではありましたが、ラグーン効果、さらにレアード、マーティの加入もあり、チーム本塁打は158も前年度の78の倍増です。昨シーズンは井上選手がやや不調で、本塁打こそ同数でしたが、球場が狭くなったことで本来ならもっとホームランを打てると期待をされています。そして打線全体でも福田周平選手が入ったことで、福田選手、荻野選手で 1,2 番を想定、そして主軸で中村選手、井上選手、レアード、マーティンと長打力のある選手たちを並べられます。さらに期待の大砲安田選手や首位打者経験もある角中選手など強力打線を期待できます。もちろん鈴木大地選手の移籍は痛かったのですが、安田選手を起用できます。ルーキーの福田光輝選手や岡部選手、佐藤選手も打撃に期待をされている選手たち。レギュラー争いも熾烈、長打力、機動力、つながりを考えても近年のロッテの中でトップクラスと言えるんじゃないでしょうか。そして守備 A とさせていただきます。昨年度のチーム UZR はマイナス 12.7 でリーグワースト。失策数こそ56と最も少ないのですが、ショートを多く守った藤岡選手の UZR がマイナス 7.3 と苦しかった。ただセカンドの中村翔吾選手はゴールデングラブを獲得できるほど期待でき、一塁の井上選手も守備に定評があります。さらに外野も広い守備範囲を見せる荻野選手と福田選手、さらに強肩のマーティン、星野田村選手も高い守備力がおり、全体としてバランスも取れています。ショートは課題で、安田選手を三塁起用するのであればそこも心配ではありますが、19年より守備面でも期待を持っていいと思います。そして機動力 A とさせていただきます。昨年度もここは自慢で、盗塁数こそ75の4位ではありましたが、その一番の要因は前年度39盗塁と多く塁を盗んだ中村翔吾選手があまり出塁できず12盗塁にとどまってしまったことが響きました。ただ UBR という指標では 1.8 とリーグ平均クラス、鈴木大地選手はベースランニングに定評があり 2.4 と高かったのですが、俊足の荻野選手は 7.3 とランナーに出てから多くチャンスを作り得点も奪ってくれます。そして中村翔吾選手も 3.5 と平均より高い。さらにここに俊足の福田選手が入ることで、盗塁もでき走塁技術も高い荻野選手、福田選手、中村選手の3人が揃います。そしてダイソー兼バックアップには岡選手もいます。井上選手やレアード、マーティンで盗塁というのは難しいかもしれませんが、この3人が中心となってチームの機動力を上げてくれるんじゃないかなと思っております。そして戦力層 B、 言わずもがな熱くなりました。これまでスタメンを決めることも一苦労ではありましたが、今は贅沢な悩みになってきています。レアード、マーティンの残留、福田選手の獲得が大きく、鈴木大地選手が移籍となり戦力ダウンは予想されますが、それを埋めるくらい期待もされています。さらに代打に角中選手や清田選手も控えており、若手の有望株もいるという状況になりました。また投手陣でも期待できる先発候補は多く、経験豊富な美馬選手や石川選手とバランスも取れています。中継ぎの不安もありますが、セットアッパー候補を補強でき理想的な体制。これまでロッテは怪我人が出た時そのまま順位に直結してきましたが、ある程度バックアップ要因まで考えられるようになりました。
しかしソフトバンクや楽天ほど盤石というわけではありません。特に心配なのは荻野選手、福田選手の怪我、清田選手や角中選手、加藤選手らはいますが、どうしても彼らに比べると全体のバランスは苦しくなります。ここは有望株の若手選手たちの成長に期待したいところです。そして日本ハム、昨年度先発不足が顕著でショートスターター運用を取らざるを得なかったこと、また打線も低調で中盤まで首位争いを繰り広げていたものの、夏場に大失速し5位に終わってしまいました。さらにオフには他球団が様々な補強を行っていた中、西武とともにほとんど大きな補強はありませんでした。まずは先発 B、 19年先発防御率は 3.98 でリーグ3位も QS 率は 27.3% でリーグ6位、長いイニングを投げられる先発が有原選手しかいませんでした。開幕当初は上沢選手、マルティネス、有原選手の3本柱を期待し、有原選手はエースとして大活躍、上沢選手もローテを守っていたのですが、上沢選手は打球直撃で大怪我、マルティネスは開幕前に発覚した怪我で登板なしと苦しかったんです。有原選手の次にイニングを投げたのが先発中継ぎどちらでも登板した 109.2 回の金子選手、その次が加藤選手の92回、上沢選手とマルティネスの穴は大変大きく、有原選手依存が大きかったんです。ただ2020年はマルティネスが実戦でも登板しており、上沢選手が驚異の回復ですでに145キロとリハビリも順調、もしかすると開幕に間に合うかもしれません。有原選手、上沢選手、マルティネスの3本柱を最初から計算するのは難しいと思いますが、この形で戦うこともできるようになるかなと思います。さらに杉浦選手、ロドリゲス、バーヘイゲン、金子選手、加藤選手と2チャンも候補は非常に多いんです。ここにショートスターターを混ぜると相手からするとやりづらいんじゃないかなと思います。上沢選手とマルティネス次第なので振れ幅も大きく、 C の可能性もありますし S まであります。ただ無理して使うとは思えず慎重な起用となると予想し B とさせていただきたいなと思っております。そして中継ぎ、ここは12球団屈指です。昨年度の中継ぎ防御率は 3.52 で3位ではあったのですが、ショートスターター頻発で1試合あたりの投球数が他球団に比べ10球ほど多いという負担の大きさながら、平均的な数字を出せるというのはすごいことです。50登板以上の投手が秋吉選手、宮西選手、堀選手、60登板以上の投手が玉井選手、久保選手、石川直也選手と負担を分散できるほどの層の厚さ、さらにロドリゲス、井口選手、西村選手も30登板以上で貢献度も大きかった。勝利の方程式は宮西選手、石川直也選手、秋吉選手とある程度計算できるようになり、ここに左右分けて中継ぎを投入することができます。これはハムの大きな魅力で、20年は連戦続きで負担も大きいと思いますが、しっかり戦うことができるんじゃないかなと思います。なので評価は A とさせていただきます。そして打撃陣、昨年度のチーム打率2割5分1厘でリーグ2位タイも、本塁打数は札幌ドームがホームということもありますので93でリーグワースト、特に8月投手陣が苦しんでいた時に打撃陣も苦しみ2割3分5厘でリーグワースト、渡辺選手のブレイクもあり、西川選手、太田選手、近藤選手、中田選手、渡辺選手と1番から5番まである程度計算することはできましたが、中田選手の怪我、ワンボーロンが期待ほどの活躍ができなかったこと、中島選手らの不調、そして一番響いたのはレアードの穴、やはり毎年30本近く放ってくれていた彼の存在は大きかった。そこで2020年シーズンに向けビアネーバを獲得、守備に定評もあり、パンチ力は魅力ですが荒さもあります。そして2チャンは投手陣に外国人選手が多く、登録枠5人になれば相当大きな恩恵を受けられそうではあったのですが、周水炎の手術で開幕は間に合いません。とすると大きな戦力アップは望みづらい。ただもともと上位打線はつながりを期待できます。さらにワン選手の2年目の適用も期待したく、清宮選手や平沼選手、石井和成選手と期待の若手野手もいます。下位打線は課題ですが、上位打線のバランスの良さを考え B とさせていただきます。そして守備、2019年 MUZR はマイナス6でリーグ5位、守備に定評のある中田選手が怪我の影響もあってかマイナス 4.5、 さらにブレイクした渡辺選手もエラーが目立ちマイナス 5.3、 当初三塁コンバートに挑戦した近藤選手もマイナス、そしてチームで最も三塁を守った横尾選手もマイナス、ショートで 15.9 の数値を叩き出した中島選手は怪我もあり出場試合数を落とし全体で苦しかった。まず日本ハムの場合は全員がコンディションを整えて戦えるか、去年定着1年目の渡辺選手や課題の三塁はともかく、これまで安定して高い数値を出してきた西川選手や中田選手がコンディション不良もあって数値を落としたことが響いてしまいました。補強もそこまでありませんでしたが、劇的な変化はないかなと思います。現有戦力でどこまで整えることができるか課題になってくるかなと思いますし、守備に関しては B とさせていただきたいなと思っております。そして機動力、2019年チーム盗塁数は48、これまで日ハムの原動力でもあった西川選手の盗塁数が19と劇的に落ちてしまったこと、そして中島選手が出場数を落としてしまったこと、これが大きいと思います。
まあ、詳しいことは言われていないですが、デッドボールによるコンディション不良等もあったとも言われています。チーム UBR もマイナス 6.1 でパリーグ5位。主軸選手たちが機動力を使いづらいこともありますので、西川選手や中島選手、太田選手ら俊足の選手たちがどれだけ出塁し、盗塁ができなかったとしても走塁でかき回せるかが大事になります。ただ、やはりここは西川選手一人にかかっているかなと思います。彼はそれほどの出塁能力と足を持っています。昨年の盗塁数や UBR 等を見れば C となってしまうかもしれませんが、彼の能力に期待し B とさせていただきます。そして戦力層、ここは苦しい。スタメンメンバーは強力ですが、下位打線もなかなか固定できていません。さらにレギュラー候補の選手たちも期待できる若手はいますが、荒さもあります。去年のように中田選手が怪我、西川選手が不調となった時に変わりはいません。またそこで変わりがいるチームの方が少ないのですが、まあ現在のパリーグはソフトバンク、楽天とレギュラー陣の変わりのいるチームも多いんです。そう考えると西武同様、日ハムもそうは薄く C とさせていただきたいなと思っております。3連覇を目指す西武は投手の課題が大きく、打撃も定評はありますが、毎年の流出に戦力層が耐えられていません。ソフトバンクはグラシアル、デスパイネが不在ですが、戦力層はそれでも十分すぎるほど厚い。そして楽天は投手野手ともにレギュラーの強力さに加え、控えも強力。ロッテも若手中心で強力先発陣を形成できそう、そして打撃陣も厚みを増しています。日ハムは補強こそ少なかったのですが、強力先発陣の復活が期待されます。オリックスはダブルエース率いる先発陣に加え、外国人選手を補強。各チーム、19年と20年の戦いは変わっていきます。楽しみなシーズンが始まっていくかなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。